こちらは先日のワークショップでの一コマなんですけれども、3分間ほどの動画になりますね。参加された方、映ってる方の許可をいただいて皆さんにシェアしたいと思います。ある願望、望んでることのエッセンスがあって、目標としてもいいんですけれども、願望ですね。そこに自分のつながりを持っていこうとすると、自分の行きたい方向に行こうとすると、自分の中に重さとか抵抗が出てきてしまうことがあると思うんですよね。まあそういったことをですね、心のブレーキとか心のブロックっていうふうに表現したりしますけれども、そんなブレーキを一瞬でクリアリングするということです。プラス今回何をしているかっていうと、新しい視点ですね。アイデアの具体化、具体的なヒントを見てもらおうと思っているんですけれども、動画の方どうぞ。ここから始まります。してます。恐れです。はいはいはい。じゃあそれをしようとすると、恐れっていうのはどういう気持ちになるんですか？自分の中の恐れのおそらく、とか執着とか、なんかこう、うっと重いものがあって、それが、こう、なんか障害になってるかなっていう自分で、そういう意識があります。じゃあ自分がそういうふうに行きたいって思ってる方向に行こうとすると、その恐怖が出てくるんですよね。そう、障害が出てくる、重さが出てくる。重さが出てくる。その重さのブレーキ音というか、恐れっていうキーワードが出てきましたね。それをじゃあ例えば力銃はもう完全の壁っていう世界、ゼロとか1はまあなんかちょっと石ころがあるかな、全然スイスイみたいな感じの、それは今ではやっぱりそれも7ぐらいありますし、これ数字で確認してますね。一瞬で終わるんですけど、おっしゃっていました。背中とあと、頭のあたりって僕が触れても大丈夫ですか？はい、ちょっとだけ触れますので、じゃあ目を閉じていただいてリラックスしていただいて、リラックスしていただいて、すぐ終わります。で、今自分の中の感覚でちょっとその精神的な重たさ、何か自分が行きたいっていう方向についての重たさってどんな感じがありますか？今はないですね。今は重たさがないです。1から10で言う。その状態でさらに次の方向がわからないので、はい、何かしらのヒントとか、はい、欲しいじゃないですか、はい、取っかかりみたいなものですね、はい、でそこに行くためのアイデアっていうのが、ではいきますね。でこの時に今受け取った何かしらのもの、ちょっと説明できる範囲で説明していただきたいんですけど、音消してます。そんな感じです。はい、ありがとうございました。はい、以上です。心のブレーキ度っていうのを確認してましたね。そして、その恐れの重さなくなっちゃうわけなんですよね。ゼロになる状態まで持っていき、プラス今回はヒントです。自分を止めていたブレーキがゼロになった後の向かう方向性に関してということで、具体的なアイデア
受け取ってもらいたくてですね、この時、まあ、かなり具体的なキーワードっていうかね出てたんですけど、まあ、僕の判断で伏せさせていただきました。音声消したんですけれども、まあ、あるアイデアが出てきました。まあ、プライベートなことなんで消しているんですけれども、まあ、本当一言でかなり具体的だなというふうに僕は感じたんですけれども、どういうことかというとですね、アイデアが降りてくるスペースを作ってみるとですね、思わぬ意外なアイデアが降ってきたりするものなんですね。これは僕の考え方、視点なんですけれども、僕が、このやってる人がですね、何か不思議なことをしたって見る人もいると思うんですよ。何かしてるっていう風にね、見る人もいると思うんですけど、全然違くてですね、すべて自分原点なんですよ。ご自身の力なんですよね。まあ、いわばですね、僕はスイッチを押すというか、まあ、今回経絡使ってますけど、きっかけになっているということだけなんですよね。まあ、ドアをノックする人というイメージですよね。何かっていうとですね、心のブレーキっていうのは、まあ、誰かに与えられたりだとか自然発生したのではなくて、まあ、その根本的なところでは自分自身で作り出しているものだっていうことです。自分を守るために役立っているものだっていうことなんですね。要するにこれっていうのは、自分が存在するというふうに決めて決め続けていることでもあるんです。まあ、それが現実を作ってるってことなんですよね。ある時点で作り出して、現在も今も作り出し続けているものっていうことなんですよ。ですからこれは何かをするというよりは、今やっていることを作り出し続けていることから降りるというか、それをやめるということなんですよね。ずっと続けていることをやめるということなんですよ。降りるということなんですよね。で、そこの空いたスペースに新しいアイデアがやってくるということなんです。それを踏まえた上で、まあ興味ある方多くいればですね、SNS、公式 LINE とか Twitter などでもうちょっとね、深く解説していこうと思います。